1本あるので、1本は悩ませて、うん、ていうか奥田君に至っても1本目のところまではみ出てきて、チーム名が長い、チーム名が長い、うん、ちょっと略してよかったんじゃないのかなと思います。クヤレーシブで、ああクヤレーシブ、クヤレーシブ、ビズ奥田ファクトリー、じゃあ略してクオで、略しすぎてわからない。あ、エルさん大丈夫なんですかこれ。エルさん入っただけでこれいませんの。ビギナーとミドルクラス結果を貼り出しているんで確認しておいてください。予選が終わったら一回小休憩をしてキパのドラミを吸います。吸ます。はい、では準備は整えましたか。中の人ちょっと整ってない感じですね。さあ岡田君行こう。おちょっと下側にいないから岡田君もう行こう。岡田君いいよ、行こう行こう、もう行っちゃう。じゃあ始めます。ゼッケン41番、奥田和幸、元高校生。いや大体元高校生だけどね。確かに、うん、略して何でしたっけ。クオクオ、いやいやそれチーム名だけ。もうチーム名、チーム名、クエアレーシング with 奥田ファクトリー。名前がクオいうクオ、ちょっと一緒に MSC 行くやつでしたんで頑張ってください。まさに、あ、出た、これ毎回おるんですけど、何でもならないですよ。優しい。
日本に忠実。ゼッケン46番秋山真嗣リースタント読めない。この人は現職にいきなりぶつかった人。そうそうそう。フルリンパ。おお、いけるライト。ライト。よいしょ。甘いな。よし果たし、果たしのこれなの気持ちよく言ってますけど大丈夫なのかこれって本当にいけるのかいける。トシ君2本目あクラブマンズ優しい走りおおっちょっと怪しいチームだ元気がね、やっぱ侵入がね、そう、ちょっと元気になるのね。秋山真嗣2本目。おっと。すごいな。でも一応決めてったね。ドリブルしてったね。ゼッケン47番上田達也。広島だ。あと広島だもん。確かに広島王者。全く一緒のヒーロー。リプレイ。
ある意味うまい。岩井ケリサ平均点。2本目。まだまだじゃのって言われた時にちょっとパッション出していきますって言ってましたそれはもうちょっと違うところで話をしますからね、うん、ゼッケン55番藤田雄三南区蟹走り組合、うん、合ってます大丈夫です合ってます藤田雄三さん漢字はどうにか読めるはいカタカナ読めんけどみたいなほんと、基本置いてきた、さあ、西文雄、2本目1本目入るそうね、まあ、1本目迷ってないですそうね、1本目リングクソもない、うん、いや、元気だった藤田雄三、2本目あれあ、おいたあ、ご覧くださったことちょっと原点がね、ゼッケン56番広田龍平メイク広田ですねこの人はいろんな車乗るなちょっと悪いたけし練習場なんだシンガーじゃないですねだいぶやばい感じだったけど大丈夫シンガーさんなんで得意ですかなんだろうねなんだろうね角度番長広田龍平2本目次に来たいということ次に来たいということで1本目は置いてねたけし2本目さあ元岩選手行ってくるちっちゃい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 陽平さんが欠場ルイさんいない陽平さんいないはず沖田真一さんイカ天ちゃんぽねハザードが飛び散らけたウィンカーだちょっと当たっちゃったちょっと当たっちゃったまあ出てるのに気づいてないゼッケン61番坂井道夫今日は壊れないを自負してましたうん、一応オンでいいと
のやばいゼッケンが戻って、33番花百みくじ。おぉ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 なんかあんまり見えてないんだけど、だからでも何がすごいって1ミリも減速しようとしないあの体勢、普通にやりきって、いや普通ならちょっとアクセル抜きますから、ちょっと困る。3目今からお金がいるだろうよ。これちょっと違うパッション見せてくれた人がおるんで、ちょっとメローさんに伝えやめない姿勢。うん。本音トレスト。でも。でも。でもですかね。本音トレスト。一本目も良かったんですよね。はるかにそうですね。一本目ちょっとね、落とし物が多くて。動揺したか。第2回34番、ぬいべ。最後の人はノリノリで一人でね、うん、なんか毎回一人ですよ、はい、最後オンリアルだったね、オンステージね。きっとあの砂利の方で汁ができてると思うんで、汁食べたい人食べてください。汁汁汁汁汁大好きです。いやなんかお前が言うとちょっと汚いわ。なんで俺だけ。やりきったっけ、すごいっすね、うん、ある意味ある意味すごい。食べる量が多すぎたら結局そんだけの角度になっていくって言いました。だけどその食べる量を、それを今角度が